ささっと再開です。この日が終わるまではね、一通りやっていこうかなと、今日のうちにね、この日のうちにね、ということで、どうもスノー実況パート8アザラシです。やっていきますよ。とりあえず荷物、バイト水を汲んで、で隅野のところのお店で、人参50本とじゃがいも30個とあとなんか何だったか忘れたを買って買えるっていうバイト終わりっていうことです。もうダメだ。ふへえっていう感じだろうな。晩ご飯先に風呂か。ちょっとそこは違ったな。もう風呂俺最後に入りたいタイプだから、寝る前に入りたい。風呂入ってから食べるんだから。ふぅ、冷え切った体に熱い湯が染み込んでいく。まあこういう内緒だけどっていう感じだけど、内緒だけど部屋にじゃない、家に露天風呂が欲しい、そういう夢がある。露天風呂のある家に住みたい。うん、どうしたらこの夢って叶うんだろうなと思う程度には、露天風呂のある家に住みたい。多分めんどくさいだけなんだと思うし、水の値段もガス代もかかるんだろうと思うけど、で露天風呂できればちゃんとしたこの岩作りの露天風呂のある家に住みたい。すぐ飽きるんだろうけどな、きっとな。1ヶ月ぐらいで、ああ、もう別にめんどくせえやなんだろうけど、でもそれでも露天風呂なのに。できれば源泉かけ流しのお湯がいいな。あったまりました。じゃあ、晩ご飯を食べましょう。食べるか。ギャルゲー感がないな。ただ、旅館に泊まってる。はい、今夜は和風牛ステーキよ。和風牛ステーキ。ノイズがなんか入るな。今回はこれがノイズが自分だけに聞こえているものなのか、マウスのどっかのケーブルの位置になんかあるのか、なんかそれともはやなんかそんなどこからか電波が飛んできてそれが邪魔をしているのかわからんけどな。回電波が、宇宙からの回電波が、おろし大根もたっぷりかかっていてまだジュージュー言ってるぞ。おろし大根って言う？うちでは大根おろしって言うけど、かなり。おお。豪華すぎやしないですかね。いただきます。なんだかんだでつぐみさんもいいもの食ってるな。うまーい。なんだかんだでいいもの食ってる。まあいいもの食ってるっていうか、まあおかみぐらいになってくると、その日お客に提供。今の音はあれです。ヘッドホンがぐるぐる巻きの、そのぐるぐる巻きになってて、こういう時にファイアルパカ使う。ヘッドホンがこうあったらだな。はい、こうあった。青いぞ。もういいや。ヘッドホンがこうあったら、こうなって、この、こういう風になってるんですけど、ここの部分が、椅子のこう、ここの角のところにこう、ね。ズルズルズルとズルズルズルとズルズルといったわけですね。新しいレイヤー作ろう。使うかどうかはわからないけれどもね。ここじゃダメなんだ。ここなんだ。ここならメッセージも出しつつ、キャラクターも出しつつでいける。ただこの色を変えたいと思った時に、あ、ここだ。これで変えれるわ。やったぜ。ファイアルパカってどうやって色ピックアップするんだろうね。色のピックアップって大事よ。ここから色を取りたいっていう、そういうふうな書き方するんでね。ドクロ。はいはい、そんな子供みたいな落書きしてないの。おい、すまんだと。すみません、つぐみさん、DO や。すまんって。仕事内容は鬼のようだが、
一個前のセリフ読みきれんかったな。はログが、ログってどうやって見るんだろう。ログログお疲れ。え、ログってある？ある？違うな。あれ？ログ。違う。あれ？ログ？あ、X ボタンでした。あれ？ふう、ありがたいのセリフが読めなかったんか。それだけか。へいへい、ぐったりしてて悪うござんして。あらあらでもほんと疲れたでしょ。かなりだからね、奮発しておいたから。まさかアルバイト代が。やね、お給料よ。ありがてえな、ありがてえな。日払い、あまりの過酷さに忘れておりました。あらあら、黙ってた方が良かったかしら。めっそうもない、めっそうもないって言おうとしたら、めっそうもないってテキストが出てきた。冗談よ。ありがとう。チャリンとしたな。でもきっと小判なんだろう。しかも軽いし丸い。俺はそろっと頭を上げて自分の右手を見た。銀色に輝く100円玉2枚。やったー、かなたちゃんお金持ち。嘘やん。何買うのかしらね。待ってくれ。丸一日働いたんですけど。だから200円。日給200円。お疲れ様。ちょっと待てや、こら。ここはあれか、三上霊探偵事務所か。ゴーストスイーパーよりも安月給なんだが。ノー、 いくらこの土地の物価が安いからってこれじゃ。押し倒すぞこの雨がっていう。雨だ、楽天の雨だ。めまいが。これはきっと悪い夢なんだ。そうだ、寝れば治ると思う。そうそう、言うのを忘れてたけど、サボったりしたら給料下がるからね。鬼かよ。時給じゃないの。日当200円は安すぎるでしょう。これ以上下がるって再選並み。寝る、もう寝る。手のひらの中で踊る200円を帰ってきた財布に突っ込んだ。そのまま押し入れから布団を引きずり下ろして倒れ込む。カチャカチャ。ひでえわ、ひどすぎるわ。これはひどすぎる。ちゅうことでここまでにしますかね。ここまでにします。ほなまた。あ、セーブするんだった。あ、戻ろう。だから、ちょっと前。もうちょい。ここが、この出る前。ここでセーブしたい。そうだな。今ちょっと調整中。ここだ。これセーブします。よっしゃーい。いい調整をした。これを欠かさずやっていきたいね。次回が。だから一日のうちの一日をなんとか、一日分かりやすくやっていくってことですね。うん。まあまあ。まだスノーについて何かうまいこと実況のスタイルをつかめたとはまだ言い難い。まだ言い難い。言い難い。ミミズが走っている字を書いてる。が、まあ、こういう感じでやっていきます。うん。見てくれる人はいないかもしれないけどね、今すぐ上げて多分再生数伸びない。でももしかしたらね、1年後2年後3年後4年後5年後6年後10年後とかにね、のその長いスパンで見た時に
誰かがスノーを検索して、スノースペース新しく検索して、ね、自分のところを見に来るかもしれん。そしてたまたま見に来た人が面白いと思って最後まで見てくれるかもしれん。そういう気持ちで開けていこうか。じゃあ、ほなまた。あんたからセーブしたいな。うん、ほなまた。